さまざまなレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。家庭法。I wish that. 過去形。何々であればよいのに。私はそのゲームを持っている。I have the game. よろしいでしょうかそれでは今回のポイントですね。私はそのゲームを持っていたらいいのに。実際にはそのゲーム持っていないんですね。 欲しい、でも持っていない、ね、えー、そういう時の言い方を今回のポイントで表現します。このような形となります。I wish、wish というのは願うや望むというね、えー、意味の動詞となります。ざっと以下のことを願うということですね。ですので、えー、何々したら良いのになというような意味となりますね。えー、その次ですね、I had the game。ここね、お気づきだと思うんですけども、had、過去形を使うんですね。 過去形を使うことによって現実とは異なることを表現すると考えてみてください。I had the game the、ね、私はそのゲームを持っていたらいいのになこういう意味となります。私はサッカーをうまくすることができる。I can play soccer play well よろしいでしょうか。今回のポイントですね。私はサッカーをうまくできたらいいのに実際にはねうまくサッカーをすることができないんですね。 えー、ということで、えー、この英語になるとね、これを英語にするとこのようになります。I wish that. 先ほどと同じですね。ざっといかのことを願うということから、何々だったらいいのになというような意味となりますね。I could play soccer well. ここで注目がね、今度は助動詞、ね。can、えー、が could になっていると考えてみてください。ね、えー、っと、助動詞があるときにはね、動詞は原型となりますので、could の後の動詞は原型ですね。えー、よろしいでしょうか。 私は金持ちです。I am rich。よろしいでしょうか。私は金持ちだったらいいのに。考えてみてください。このようになります。I wish that. I were rich. I wish that. ね、ざっと以下のことを願う。ね、何々だったらいいのにという意味ですね。次注目ですね。I。よろしいでしょうか。上は am ですよね。普通 am の過去は was ですよね。 この仮定法の時には、わを使うと考えてみてください。実際にはね、わずでも間違いではないんですけども、わ、えー、を使うとね、覚えてみてください。よろしいでしょうか。B 動詞は過去形になりますね。えー、B 動詞の時には、わを使うと覚えてみてください。練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。括弧に入る語、こちらもご自身で考えてください。 それでは答えを見ていきましょう。1番、私はもっとお金を持っていればいいのに。ということで、何やった、何々やったらいいのにというのはね、I wish ですね、えー。that は省略できますが、ここには that を入れてみてください。えー、お金を持つ、持つはハブですよね。ハブを過去形にしますので、I had more money、more money でもっと、ね、より多くのお金を、ね、持っていたらいいのに、ね。こういう意味となります。2番、 私は英語をうまく話すことができればいいのに。よろしいでしょうか。I wish that.、ね、I、ね、that. 次よろしいでしょうか。できればいいのにということですので、can speak English の括弧の could well. ですね。Speak English well. このようになります。3番です。私が先生だったらいいのに。I wish. ここはね、that が省略されていると考えてください。私は先生です。ですというのは B e 動詞ですよね。 B 動詞の場合は過去形ですけども、was ではなくこの場合はね、わを使ってみてください。was でも間違いではありません。ね、I wish I were a teacher このような形となります。4番、美が私の彼女だったらいいのにこのようになります。I wish、ね、ここもざっとが省略されていると考えてください。美、ね、は私のガールフレンドですというのは美 is my girlfriend ということですね。B 動詞を過去にしますので、 y u は my girlfriend。このようになりますね。わわずでも間違いではありません。Thank you for watching。個別レッスン、不登校の方への取り組み、オンライン英語塾、公立高校入試対策講座、概要欄をご覧ください。わかりやすく丁寧に解説します。See you next time. Bye bye.